えー、勝ちましたいや、今日はなんかね、僕ね、ドラゴンズファンでよかったなって思いました。いや、そりゃ、ね、打てないとかありますけど、もう、再三のピンチをね、バシッと抑えて、もう天国のね、あの木下選手に、えー、捧げる1生だったと思います。 なんかいろいろあったんですけど、まあ、弱いドラゴンズですけど結局、福留頼りかとかありますけどなんか今の精一杯って感じでうんなんか良かったなロースコアで勝ち切ってなんかねいやーよく言い出したらきないですけどなんか良かったと思いますいやーいい週末でしたそして勝ち越し良かった。 来週から応援します。いけいけドラゴンズ。